や。完全な変態やねんかお前この格好。ユニフォーム、タオルマフラー、メンバーズカード、マスク、アサヒスーパードライ、カッパ、帽子、アサヒスーパードライ、この辺を全部カバンにまとめて。皆さんこんにちは、芝の上チャンネルです。今回は初詣に行きたいと思っております。というのもですね、5000人を入れるトヨタスタジアムでの久しぶりの試合になってますので、まあ応援しないわけはないですよね。いた。トヨタスタジアムでのスタジアムの様子などをねお伝えできればと思っております。多分手拍子とかちゃんと歌うとかっていうのもできないと思いますので、まあ今までとは違った雰囲気のあのサッカートヨタスタジアムが見れるんじゃないかなと思ってます。トヨタスタジアムに行ってみよう。完全な変態やねんかお前この格好。でもねしょうがないんですよね、マスクもしなきゃだし。さあ一緒にトヨタスタジアム行きましょう。本節の予想フォーメーションです。 YouTuber の芝の上チャンネルが真ん中に入りましたね。そうですね、監督も随分大胆な采配をしてきましたね。前へ前への性格が結果を出して初先発です。学生時代から友達が多いわけではなかったようですね。修学旅行の4人部屋の部屋決めでも残留争いをするレベルだったと聞いています。今節のパフォーマンスに期待しましょう。ああ、いいです。
確認させていただいてます。はい、すいません。いえいえいえ、これ、はい、ありがとうございます。はい、Yeah.